はい、では FP3 級過去問の問題を使ってね、家計力をアップさせていきましょう。問題、デフレーション過去デフレとは、一般に物価が継続的に上昇し、それにつれて貨幣価値が下落することを言い、資金需要が高まるので金利は上昇する、丸か×かっていう問題ですね。ちょっと考えてみてください。どうでしょう、丸でしょうかね、×でしょうかね。で、この問題を解く鍵は、まずインフレデフレってなんだっていうこと、そしてそもそも金利って何やったっけ、そして、じゃあ物価と金利の関係ってどんな関係があったっけ、でその3点ですね。それを理解できているかどうかが鍵になります。なのでね、まずはじめにインフレデフレについてもう一度再確認しておきましょう。まずインフレとかデフレって、物価、つまり物の値段ですね、ジュースとかそういうやつですの値段が上がったり下がったりする、それが、インフレとかデフレなんですね。でインフレっていうのは物価が上がることやったんですね。デフレっていうのは物価が下がること、物の値段が下がっていくことやったんですね。これなんでじゃなくて、これはもうこういう名前なんですね。名前やから覚えるしかないと。物の値段が上がることをインフレっていう、物の値段が下がることをデフレっていうよと。っていうことですね。で、大事なのは、じゃあ物の値段が上がったら、物価が上がったら、お金の価値は下がる。逆に、物価が下がったらお金の価値は上がるっていうことをしっかり理解できてるかっていうのも大切ですよね。で、いやいや、お金の価値ってないんだよ。100円は100円やんけど、その、100円の価値は100円だって思うかもしれへんけど、そもそもお金っていうのは僕たち、物を買うためにありますよね。だからお金の価値っていうのは、物をどれだけ買うことができるかで決まります。当たり前やけれども、1000円と1万円やったら、どっちの方が価値高いですかっていうと、みんな好きですよね、1万円の方が。だって1万円の方がいろんな物をいっぱい買えるから。ですよね。つまりお金の価値っていうのは、物をどれだけ買うことができるかで決まるんですね。そう考えると、お金の価値が上がるっていうのは、買える個数が増えることですよね。逆にお金の価値が下がるっていうのは、買える個数が減ることと考えることができます。つまり具体例で考えてみますね。もし100円で買えるチョコの個数を考える、今もし今1個10円だとしたら、チョコ何個買えますか。1個10円、100円持ってる、100÷10、10個買えますよね。で、もしインフレになって、チョコが1個20円になったとする。そしたら100円で何個買えますかっていうと、100÷20で5個しか買えないんですね。つまり、買える個数が減った。っていうことは、これはお金の価値が下がったんですね。だって買える個数減ったんやもん。5個しか買われへんことだったら、前まで10個買えたのにっていうことですね。逆にデフレ、物の値段が下がったら、買える個数がこれ100÷5で20個増えたんですね。つまりこれはお金の価値が上がったと言えると。ね。だから、インフレになると物価が上がる。つまりお金の価値が下がる。デフレになると物価が下がる。つまりお金の価値が上がる。っていう風に言えるんですね。で、実はこの問題、ここまででも解けますよね。デフレーションとは、一般に物価が継続的に上昇し、はぁって思うんですね。いやいやと、物価が上昇するのは、これはインフレですよと。インフレですよと。だからもうこの問題、ここまで読んだら、×ってわかるんですね。ただ僕たちはね、ここで過去問に受かるための勉強してるんじゃなくて、ね、もっと経済を分かりやすく簡単に理解していこうということなんでね、続きの部分も見ていきましょう。それにつれて貨幣価値が下落する。これはもういいですよね。インフレになると貨幣価値が下落するんやけど、金利がどうとか言われてるんです。資金需要が高まるので金利がどうとか言ってる。ここをもう一回見ていきましょう。で、金利ってなんだと。金利ってなんだっていうと、これ一言で分かりやすく言ったらこれでいいと思います。お金を借りるためにかかる費用のことなんですね。で、これもね、はって思うかもしれないんで、ちょっと銀行っていう具体例を考えてね、金利を理解していきましょう。銀行ってどういうふうにビジネスが成り立ってるんでしたっけ？っていうと、銀行は、まず僕たちが貯金するんですね、銀行に。お金を預けると。で、銀行はその預かったお金をまた他の別の人に貸すんですね。で、お金を貸したなら、当然、タダでは貸さないんですね。100万円貸したらちょっと利息つけて返してなと、利息つけて返してなと、っていうふうに言ってくるんですね。こうやって銀行は儲けるんだと。そして、この貸すためのお金を集めるために僕たちに預金してよって言うんですね。預金してよ、預金してくれたら、やっぱり利息つけるから。
って言うんです。もし僕らが100円預けたら1年後には101円になって帰ってくるかもしれないんですね。こういうふうに利息をつけるよって言ってお金を集める。そしてその集めたお金を誰か他にね、お金を借りたがってる人、ちょっと家建てたいからお金借りたいんですとか、会社を始めたいんでお金を借りたいんですとか言ってる人にまた貸してあげて、でこの貸した人への利息を高くするんですね。100円貸したら102円返してくれよと、こういう風にして貸すことで2円儲ける。でこの預けてもらうことで1円だけ払う、この差額の1円で銀行は儲けてビジネスを続けていってるっていうことなんですね。ここまで OK でしょうか。だから銀行はこうやってこの利息で儲けると、つまりお金を借りたいよ借りたいよっていう人が多い。これ難しい言葉で言うと資金需要が高いということです。資金を求める人、需要って欲しいっていうことですね。資金を欲しがる人が多い、資金需要が高い、お金を借りたい人が多い時っていうのはね、貸して貸してっていう人がいっぱいおるんですね。貸して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 、僕も貸して僕も貸して僕も貸してって言ってくる。で銀行会社、おこんなに借りたい人おるんやったら多少利息を上げてもみんな借りてくれるやろうなって思うので、資金需要が高い、お金を借りたい人が多いと金利は上がりますね。逆にお金を借りたい人が少ないと、ね、別に僕貸してほしくないです、貸してほしくないです、貸してほしくないですと、みんな借りたくなかったら銀行としてはこれお金を貸し出さないと儲からないんですね。儲かれへん、どうしようと、どうやったらみんな借りてくれるやろう、そうかと、貸した時にこの払ってもらう利息をできるだけ少なくしたらみんな、あ、そんだけ利息低いんやったら借りてもいいわって思ってくれるかもしれへんなと、っていうふうに考えて利息が下がるんですね。そう考えると分かりやすいと思います。つまり金利っていうのはお金を借りるためにかかる費用のことやから、借りたい人が多ければ金利は上がるし、借りたい人が少なければ金利は下がるっていうことなんですね。これは銀行が僕らからこうお金を預かるときでも一緒です。言うたらこれ僕ら銀行にお金を預けるっていうのはちょっと言い方変えたら僕ら銀行にお金を貸してるようなもんなんですね。だから利息がもらえるよとっていうことなんですね。だからこう銀行が僕らからお金を預けてほしい、まあ言い方悪いですよ、巻き上げたりね、僕らからお金預けてほしいって思った時はやっぱりここの利息を上げるし、借りたいのが強いんですね。借りたい借りたいと思ったら利息を上げるし、別に今みんな預金なんかしなくていいですよって思えたらここの利息を下げるみたいな、そういう感じなんですね。じゃあそんな金利と物価にはどんな関係があるかっていうと、インフレーション、物の値段が上がると金利は上がりがちになります。というのも、もしインフレになったらどうなるかね、僕らどう思うかというと、インフレか物価が上がるんかと、もしかしたら今日の100万円車100万円で買えるのに明日になったら120万になるかもしれない、やばい急いで買わなって思って貯金を下ろそうって思ったり、なんなら家の値段上がるんやったらちょっともう今のうち無理してローンして借金してでも今のうちに家建てとこうって思うかもしれないんですね。だからインフレになると、僕も買い物したいんでお金貸してください、僕も買い物したいんでお金貸したい、貸してくださいっていう人が増えるんですね。じゃあどうなるかっていうと、金利は上がりますよね。借りたい人が多いからです。さっき言った通りですね。逆にデフレーションになると金利はどうなるかっていうと、金利は下がりがちになります。というのも、僕らはデフレになったらどう思うかっていうと、ああ、デフレかと。物の値段下がるんかと。今日のパソコン10万やけど、明日になったら9万になってるかもしれんな。ほんな今買わんでもええかと。無理に買いませんでええか。貯金しとこうみたいなになるんですね。で、みんな買い物あまりしないっていうことは、あまりお金を借りたいっていう人が少なくなるんですね。銀行会社、みんな、もっともっとお金借りてよ。もっともっと、どうやったら借りてくれるよって考えたときに、そうかと。この、お金貸したときに、もらう利息、これが高いからもしかしたらみんな借りてくれへんのちゃうか、これを下げたらみんな借りてくれるかもしれんということで金利が下がるっていう風になるんですね。借りたい人が少ないから金利は下がるっていうことです。で、まあこれはね、あくまでも一般的な話でね、経済は複雑なんでここまで単純じゃないですけど、まあ、一般的にこういう風な関係があるっていうのを知っておいてください。ということでね、もう一回問題戻りましょう。デフレとは一般的に物価が継続的に上昇。まあ、この時点で罰やけど、これ、まあ、インフレで読み替えましょう。インフレ、それにつれて貨幣価値が下落する。そうですね、お金の価値が下がる。物の値段が上がるとお金の価値が下がる。で、お金の価値が下がると。で、インフレになると資金需要が高まると。物の値段が上がるっていうことは、今のうちに買っとかなって思うんですね。だから資金需要が高まる。から金利は上昇する。借りたい人が増えるから金利が増える。ここがインフレにさえなっていればすごい正しい文章なんですね。っていうのも理解しておけばいいと思います。